ご視聴ありがとうございます。トロピ大塚です。ストロングホールドは1998年2月23日に発売されたテンペストブロック2番目のエクスパンションです。ストーリーはテンペストの続きで、主人公ジェラードがライバルであるボロラスに奪われたウェザーライト号と囚われた仲間を救出するためにボロラスの要塞に乗り込んでいくというねストーリーになっています。カードは全体的にアグレッシブだったテンペストに比べて、まあ、ストロングホールド要塞をねないね、ふさわしい。非常に防御に重点を置いたカードが、増えた印象になっています。特にダメージ移し替え能力を持った、甲や防御クリーチャーの代表格である壁などが多く収録されています。このストロングホールドもテンペスト同様に、レガシーやヴィンテージで活躍するカードが多く、また第8版以降でも再録されたカードが多いので、モダンでも使えるカードが多く存在します。というわけで今回はそんなストロングホールドの名カード5選、というわけでやっていきたいと思います。まず最初に紹介するのは、ドリームホールです。ドリームホールは青の5マナエンチャント。呪文のマナコストを支払うのではなく、唱えたい呪文と共通の色を持つカードを1枚捨てることで呪文が唱えられるという効果を持っています。わかりやすく言ってしまえば、すべての呪文をピッチスペルにしてしまう、とんでもない効果を持ったカードと言えますね。すべての呪文がカードを1枚捨てるだけで唱えられてしまうというのは一見強力ですが、テキストをよく読むと、実は自分だけでなく、対戦相手も同じ能力が使えてしまうという欠点も存在します。コンボデッキのキーパーツとしてよく使われたカードで、スタンダードではターボズビやドリームホールモマが有名ですね。ターボズビは名デッキビルダーズビ・モーショビッチ氏によって制作された青ターンのコンボデッキ。ドリームホールと大量のドローカードで手札を確保しつつ、ガイアの祝福を使ってライブラリーを修復しながら、相手にドロースペルの霊感を何度も打ち続けて、ライブラリーアウトを狙うという戦略のデッキです。コンボが一度スタートしてしまうと、その後は半永久的にデッキを回し続けることができる上に、細かな呪文を大量に使用するため、打ち消しや対象変更の呪文で対処しきれないというのが最大の強み。ただし、霊感で相手のライブラリーを地道に削っていくため、長時間のソリティアが続いてしまうデッキでもありました。ドリームホールモマはその名の通り、ドリームホールを使用したモマデッキ。トレイリアのアカデミーが禁止された後に活躍していたため、中期型モマとも言われます。基本的な動きはモマと一緒で、トレイリアのアカデミーの抜けた穴をドリームホールが補う形で採用されており、主に精神力をバイアすためのカードとして機能します。しかし、マナの概念をすっ飛ばしてしまうようなカードが許されるはずもなく、ドリームホールは1994年4月にスタンダードで禁止。同年の10月には、現在のヴィンテージにあたるタイプ1で制限カードに指定され、エクステンデッドタイプ 1.5、現在のレガシーでも禁止カードに指定されることとなってしまいました。続いて紹介するカードはイントンドルイド。2万の緑のクリーチャーで、基本土地が出るまでライブラリーを掘り進め、その基本土地を手札に加える能力を持っています。クリーチャーであるため、繰り返し使えるのが強みで、不要なカードを墓地に送れるため、森の知恵のようなライブラリー操作カードとも相性はバッチリ。またそのカードの性質上、大量のカードを墓地に送るために使用されることも多くありました。生きる屍で墓地のカードを釣り上げるハーミットです。惨劇の記憶で必殺の一撃を叩き込むハーミットミザリーなど、様々な墓地利用コンボで活躍します。さらに極端な使い方になると、基本土地をゼロにしてライブラリーを全部墓地に落とし、方々グールを釣り上げて瞬殺するアングリーハーミット2がエクステンデッドで登場。瞬殺デッキのキーパーツとして君臨します。しかし、やはりやりすぎでした。そのコンボ達成確率の高さがあったにも加え、その他の悪用も防止するため、2004年1月にはエクステンデッドでも禁止、9月にはレガシーでも禁止カードに指定されました。続いて紹介するのはスパイクの飼育係。こちらは3マナの緑のクリーチャー。プラス1、プラス1カウンターが2個乗った状態で出てきて、そのカウンターを移動したり、ライフ回復に回す能力を持ったカードです。当時の環境には素早く相手のライフを削るスライや、リージョンズ・オブ・グランジョアで20点のライフを失わせるトリックスといった、ちょうど20点のダメージを叩き込むことを目的としたタイプのデッキが多かったため、それらに対して非常に有効に機能する1枚で、さらにクリーチャー強化もできるところが偉いカード。ライフを得ることが簡単にできることから、緑のコントロール系のデッキで採用されることが多く、前日のように守りに強いセットだったストロングホールドらしい1枚と言えるカードと言ってもいいですね。また一定のアドバンテージを得ながら、任意のタイミングで墓地に送ることができるのも大きなポイントの一つ。特に相性が良かったカードがドルイドの誓いで、これとガイアの祝福を使ったコンボによって、墓地と戦場を行き来しながらライフゲインをすることができました。また、時の螺旋でタイムシフトカードとして再録されたため、モダンでも使用可能。ステルスデッキの時間稼ぎ要因としても利用されるほかに、チューンの大天使や太陽間のヘリオスと組み合わせた無限ライフ、無限強化コンボでも活躍する一枚です。続いて紹介するのは罠の橋です。罠の橋は3マナのアーティファクトで、その効果は、あなたの手札のカードの枚数より大きい点数のパワーを持つクリーチャーは攻撃できないというもの。ミッドレンジ系デッキのような、
大型クリーチャーによるビートダウンを中心としたデッキには非常に刺さる1枚で、相手によってはこれ1枚で完封することも可能。ただし自分のクリーチャーも影響を受けるので、デッキ構築には注意が必要です。特に力を発揮したのがバーンデッキで、バーニングブリッジというデッキが有名です。バーニングブリッジは罠の端とシナジーの強い生体融合棒と精神嵐の冠を採用したバーンデッキ。自分のアップキープ開始時に手札がなければ精神嵐の冠でワンドロー、さらに生体融合棒でドローステップに追加のカードも引けるため、通常のドローも含めて3枚のカードを引くことでリソースが補充できます。そして自分のターンが終われば生体融合棒の効果で手札を全て捨ててしまうため、精神嵐の冠のデメリットを帳消しにしつつ、罠の端の能力を最大限に生かす戦術を取ることが可能になります。また同じテンペストブロックには呪われた巻物と無のブローチという強力なシナジーを持つ2枚のカードが存在しました。無のブローチは2マナとタップ、そして自分の手札を全て捨てることでクリーチャーでない呪文を打ち消すアーティファクト。罠の端と無のブローチで完全に相手をロックしつつ、呪われた巻物でダメージを与え続けるエンプティーハンドロックというデッキが登場しました。ちなみに罠の端は第8版で再録されているためモダンでも使用可能。洞察のランタンを使用したコントロールデッキ、ランタンコントロールで採用され、プロツアー、イクサランの総国で優勝する活躍を見せています。最後に紹介するのは、今なお絶大な人気を誇るマナーアーティファクト、モックスダイヤモンド。モックスの名前が示す通り、マジック伝統のゼロマナーアーティファクトで、バイネた時に土地カードを1枚捨てるデメリット能力をつけることで調整されたカードです。とはいえ、ゼロマナで好きな色の出るカードがバイネ出せるメリットの方がはるかに大きく、1ターン目から2マナの動きができてしまうカードが猛威を振るわないわけがありませんでした。多色デッキにはもちろん入りますし、コンボデッキのマナ加速、ミニデッキのスピードアップとおおよそ考えつく範囲で活躍しないことは考えられないため、このカードを採用したデッキは数えきれないほどありました。そしてブルザブロックの登場によって、このカードの力は最大限に発揮されることとなります。序盤のマナ加速はもちろん、モアのキーカードトレイリアのアカデミーとは非常に相性が良く、またマナが潤沢に供給できる場面になれば修繕の餌にするなど、いかなる場面でも腐ることがなく使えるようになったため、モックスダイヤモンドはその存在感がさらに増すようになります。しかしもちろん弱点もあります。戦場に出るに際して手札に土地が必要であるため、単純に土地の代わりとして使うことはできません。多くのデッキに採用できるカードではありますが、土地を絞るタイプのデッキでは場に出せなかったり、マナ加速として役に立たないこともあるので、その部分では注意が必要だと言えます。現在ではレガシーやヴィンテージでも使用可能。よく使われるデッキが浄土からの生命を使用したアグロロームです。モックスダイヤモンドを場に出すときに捨ててしまった土地を浄土からの生命で回収したり、回収しなくてもタルムゴイフや土を食うものなどのカードがあればシナジーとして機能するという強みがあります。もともと高額なカードでしたが、最近では統率戦などのカジュアル需要や再録禁止カードの人気の高まりなどもあり、特に手に入りにくくなっている1枚ですね。というわけでストロングホールドの名カード5選というわけでお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。他にもストロングホールドにはマナ漏出やショックなど、皆さんはね、今現役のプレイヤーにも馴染み深いカードが多く収録されているセットでもあります。皆さんもね、ストロングホールドの思い出やエピソードありましたら、ぜひねコメントで教えてください。というわけで今回は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロッピーお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。